じゃあ次リカピ行きまーす。じゃんじゃんじゃん。なんでしょう。さあ、なんだろうか。なんか変なことはいっぱい来そうだね。ね、楽しい。ここにこのなんかキーになる言葉が入ってくるんですけど、ここは丸丸丸にしました。え、ちなみにここは英語ですか。英語です。英語で、ローマ字、ローマ字でそこに入る。え、待って、ローマ字でわかんないかも私。え？え？え？ローマ字でしょ。そのまま書いたそのまんまこれ。そのまんま。ね。うん。ローマ字で書いただけ。そう。え、待って、ローマ字ってこの答えの日本語。答えめっちゃ来てる。答えめっちゃ来てる。あ、来てる、めっちゃ来てる。おお。そう、あ、でもさ、これだけだとさ、違うよね。そうだね。あ、うんこだけじゃ、答えじゃない。あ、ね、先月買った簡易トイレ、毎日使ってる。なんで毎日使うの？なくなっちゃう、なくなっちゃう。毎日使わなくてもトイレ行けばいいの。トト、今なんか大人気の。トト。なにこれ？なんか全部。トートー、トートーって何？トートー、トートーだよ、トートー。トートーあのトイレの、うん、あ、そういうことね。7色便器を買った。え？あ、色で違うから。でもさ、こういうトイレやったら可愛いよね。可愛い。ね、っていうね。カラフルなトイレ、トートーさん作ってください。なんか病気かどうか分かるために白にしてるらしいよ。早弁選手権に参加した。早弁選手権。早弁の弁がおかしいんだろ。便便。便便。ネイルアートだって。あ、でも可愛い、可愛いかもね。カラフル、可愛い。パパの匂いがしそうな場所100。ねえ。狭い。どれでしようか迷ってるうちに、パンツの中にぶちかまる。パ、パ、テンツ。そう、パ、テンツ。これ多分打てないんじゃない、パンツって。そう。あ、そうなんだ。パンツダメなんだ。へぇ、なんで NG ワードみたいなの登録されてるから、打てない。あ、ママにみんな頑張って打ってくるの。すごいじゃん、めっちゃ出てもね。うんこは大丈夫なんだ。ね、うんこ平気なんで。うんこ言うじゃねえよ。今朝のうんこの色発表。やだね、そんな。どれでしょうって。びっくりマイク言っちゃった。めっちゃさ、うんこっていうワード出てくるのに当たんないね。惜しいんだよ、みんな。惜しいよ。惜しいね。知らないのかな、みんなね。うんこはうんこなんだけど。知らないのかな。ヒント言ってあげたら。みんなじゃあ当てに、当てにって、当てに。場所はどこにありましたかじゃん、この場所の名前、うん、なんて言うんだろう、お台場、うん、お台場にあったよ。めっちゃヒント。匿名っぽじゃなくて、かわいい。うんち。ねー、メーカー、確かに。マイギリ弁メーカー。マイギリ弁メーカー。え、何何？あ、出た出た。あ、お、正解が出た。正解出ました。正解は、うんこミュージアムに行ってきました。イエーイ。なんかここで、一番最初に入ってすぐのとこなんですけど、ここで、あ、食べちゃうから座って、で、写真撮るんですよ。で、あの、うん、お姉さんに、係のお姉さんに、じゃあみんなで、うんこーって叫びましょうって言われて、みんなで叫ぶんですよ。そうすると、マイうんこがなんか出てくる。マイうんこ便器に登場なんですよ。で、それを一日中なんか棒につけて、それを持って遊ぶみたいな、そこで。自分のうんこを持って遊ぶ。楽しそう。でも結構人気みたいな。え、そう、人気めっちゃ。整理券取らないとなんか入れない。入れないじゃない。もう日本怖いって。どこが狂ってる。お台場です。あ、お台場なの。でもなんかさ、すごい大人気。うんこドリルとかも流行ったよね。流行ってたよね。なんかその流れで来たのかな。確かに確かに。いや、そうだろうね。そのミュージアムの中で、なんかその食べるものとかあるの。食べるものはなかったですね。
さすがに作ったら売れそう。なんかでもなんかやばくない？なんかでもなんかこういうのある、なんかベンチの形のカレー。あ、そう、やだ、食べる気失せる。なんか海外であった。手はやめてもらっていいですか？ベンチのカレーライス、お皿、こういうお皿ね。アスニャのさ、なんだっけ、これだっけ。あ、これ、うんちのポーズ。うんちのポーズ、ほら。いえ、そんなことする、しなくていいんだよ。商品はちょっと作らないでほしい。なんかあの入場料の割に中身ちょっと薄いなぁ。そうなの。整理券出す場合1500円とかだったかな、はい、2000円しないぐらい、うん、あ、そうな、子供向けを1500円にしよう。ちょっとどうなのかしら。なんか物足りないなって感じ。500円ぐらいだったらなんか、1500円でもう1点2点なんか追加してほしいとしたら、何がいいですか。なんかうんちみたいな2大食感の、なんか食感じゃないですか。1500円の価値あったな。あ、あるあー、めちゃくちゃ